マルクス・オペリディウス・アントニヌス・ディアドメニアヌスは、ローマ帝国の皇帝であり、父マルクス・オペリディウス・マクリヌスの共同皇帝の地位にあった人物である。ディアドメニアヌスの出生地は文献にも記載はない。ディアドメニアヌスの名は、ヒストリア・アウグスタによると、彼が赤子の時に、洋膜ではなく細い学館に覆われており、それにちなんだ。 ディアデマを有する者との言葉に由来すると伝えている。なお、母の名は、ノニア・ケルサとヒストリア・アウグスタに記載されている。217年、当時プライフェクトス・プライトリオであった父、マクリヌスが皇帝カラカラを殺害した。直ちにマクリヌスは、軍隊の指示によって、ローマ皇帝に即位して、息子、ディアドメニアヌスを副帝に指名した。また、マクリヌスは、ローマ市民に、 人気の高かったマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝に由来するアントニヌスの名をディアドメニアヌスに名乗らせた。218年、セウェルス家の生き残りでカラカラの重視の息子であったウアリウス・アウィトス・バッシアヌスを擁し、セウェルス朝支持勢力が放棄した。マクリヌス軍はセウェルス朝勢力と戦ったが乾杯を喫し、ディアドメニアヌスは父と共に逃亡したが、 アンティオキア近郊で捕らえられて殺害された。マクリヌスフ氏によるセウェルス町に代わる王朝建設は失敗に終わり、同時にマクリヌスの血筋も絶えた。ありがとうございます。